はい、皆さんこんにちは。株式会社いずしテクニカルアドバイザーの長岡です。本日ご紹介申し上げますのは、歯車製造時には避けて通れない、歯切り加工後の単面へのバリ取り、単面面取りに対する、ドイツの調光メーカーホーン社のソリューションに関してのご紹介です。こういったギアの単面のバリ取りですとか面取り加工というのはあまり付加価値を呼ぶ工程ではありませんので、なるべくコストをかけずになおかつ短時間で加工したいといった工程ではないかというふうに思っております。しかしながら現在の加工工程を見てみますと、非常に時間がかかってみたり、専用の加工機が必要であったり、また専用の高価な加工工具が必要であったり、また設備乗せ替えの場合にですね、位相を合わせる必要があったり、ものによっては手作業でバリの除去、面取り加工を行わなければならなかったり、非常に手強い加工工程ではないかというふうに思っております。こういった工程に対する本社のソリューションといたしまして、ギアの単面形状に合わせた一枚刃のエンドミルのようなものを製造し、工具の回転とワークの回転を同期させることで非常に短時間にギアのバリ取り、面取りを行うことができるといったソリューションのご紹介です。言葉でお話しするのはなかなか大変ですので、短いですけれどもここで加工の動画をご覧いただきたいというふうに思います。さて、ここで非常に短時間でしたが、面取り加工、バリ取り加工の動画をご覧いただけたかと思います。非常に短時間に加工が終了しているのをご理解いただけたかなというふうには思います。この特殊な刃物を設計するためには、もちろんワーク図、それとギアの所限ですね、これをご提示いただくのに加えまして、こういった刃物のレイアウトですね、それをどういった加工設備を行うかといったことをご提示いただいて、設計製造を行う必要がございます。で、今の工程をご覧いただいたと思うんですけれども、非常に分かりやすくギアの単面へですね、軸直角でこの工具がアプローチしているのをご理解いただけたかと思います。この性質上ですね、スパーギアですと左右の除去の形状が同じになるんですけれども、残念ながらヘリカルでは左右の形状が同一にならないといった場合がございます。またアプローチの性質上ですね、インターナルギア、内刃歯車ですね、それへの対応は致しかねますといったところをご理解いただければと思います。で、こういった加工にですね、またもう一つ問題といいますか、ご理解いただきたいでございまして、それは先ほど申し上げましたように、工具の回転とワークの回転を同期させる必要があるといったポイントなんです。で、汎用加工機、いわゆる複合加工機に工具軸がついたものであれば、ここらはいけると思うんですけれども、その工具軸の回転とワーク軸の回転が完璧に同期できるかといったところもチェックいただければなというふうに思います。こういったギアの単面のバリ取り、面取り加工の工程というのは、非常に難物なものは確かなんですけれども、これだけ短時間に処理できる加工法というのは、他にはそうないんではなかろうかというふうに思っております。皆さんこういったところでですね、工程短縮を行いたい、加工時間の短縮を行いたい、もしくは汎用加工機を使った工程集約を行いたいといった場合にはですね、本社はもちろん歯切り加工の歯切り工具を設計製造しておりますので、それと組み合わせていろんな加工の短縮、工程集約を行っていただく一助にしていただければなというふうには思っております。そういったところでご興味ございましたら、ぜひお近くの伊豆市の営業の方へご一報いただければ、打ち合わせに参上いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は動画をご視聴いただきましてありがとうございました。